人生いろいろありますね。ありすぎですよね。さあラストスパート、もう一ついきますよ。スタート。どうしようかな、考えておかないとな。そろそろレッドは考えたりするの？まだ早いんじゃないか。まだいいだろう、ちょうどいいチャンスは来るって。グリーンは心配性だね。チャンスか。そうね、考えておくことはいいことよね。準備もできるしさ。まあただ実感がないよね。夢の世界だよね。まあ実行した人はみんな良かったって言うよ。私にはまだ分からない世界だしな、うん、みんな経験する時が必ず来るんだけどね。へえ、人気なんだ。ハワイじゃないんだ。のんびりとかじゃないんだ。まあ、まだ若いから刺激が欲しいってか。え、まあ切り替えて海外なんて選択もあるけどね。そんな余裕あればいいけど。それこそ夢の話みたいだよ。今さ、そんなにかかんないんじゃないのか。いやいやいや、それなりにかかるわよ。何かとさ、ほらお礼したりさ。お土産いいじゃない、自分へのほらご褒美だし。使って何が悪いの。毎日毎日汗流して働いてきたんだから、たまには贅沢していいじゃない。だけど最後はさ。最後？あら、またまた何かが違う。皆さんわかりますか、グリーンとレッドのチープハグな会話はまだまだ続きますよ。働き続けてさ、あなたの人生はここまでよって言われるみたいでしょ。スパーッと気持ちが切り替わるもんかしらね。それは違うでしょう。今までとは全然違うと思うよ。まず空でしょ、時間の過ぎる感じが違うらしいよ。うん、そりゃそうよね。毎朝さ、同じ時間に出かけて何もかもが決まってたんだもん。急に時間がたくさんできて戸惑うらしいよ。団体さんに入ったらいいんじゃない、心配ならさ。まあそれもな、不安だよね。新たな人間関係作るわけだからさ。大げさ、たかが数日の話だよ。数日で慣れればいいけどさ、そこが自信ないんだよね。旅慣れてないんだよね、私たちって。でもね、あっちはね、空気がまず違うでしょ。それだけで開放的になるから大丈夫よ。人もよ、明るいよ、陽気だよ、くよくよなんかしてないよ。パスタとかピザとか食べてさ、大体は笑ってんだよ。あ、パスタ？ピザ？それってイタリア的な？あ、そうだよ、イタリアーノだよ。あー、またなの？まただよ、トンチンカンだよ。何が？どうした、グリーン？ブルーから聞いてないの？先週までの話をさ。あー、楽しかったぞーっていうのと、一つだけ気をつけろーっていうのがあったよ。え、今のがそれなの？謎を解いてあげようか。うん、何が気をつけられるのか全然わかんないけど、何なんだ？今さ、二人で話してたでしょ。うん、楽しく話してたよ。あなたさ、何の話してたの？何のって、イタリアの話でしょ。私はね、私はイタリアの話などしてない。え、なんだって？話してたじゃん。じゃあ何の話してたのよ。リタイアの話だよね。リタイア、リタイアってあのやめてやつ。イタリアとリタイア、残念、二文字違う。マジか、本当だ。やばいね、私たちね、いつもだよね。さあさあ皆さん、ちぐはぐな会話スリープダイやりましたけど、こんなことがいろいろありますよね。だけどみんなで笑ってしまえばなんてことないですよ。後から話して笑い話、クリスタルの劇場はちぐはぐな話でした。お後がよろしいようで。また私もやんだ。マジかよ。あるね。そうしたらエッセイ、わかりました。ちょっと待って。